だいぶ、あ、待って待って、あぶ、え、こんにちは、ゲンランド。ネトロゲーム TV 司会のコーラでございます。今回、日本一クールと言われる、この実況者の私が、このゴリラエスケープという、まか不思議なゲームをプレイしたいと思います。では、やっていきましょう。ここはどこかのジャングル。このジャングルには仲のいい夫婦のゴリラが住んでいた。まあよくある設定ですね。2匹は平和に暮らしていたが、なかなかリアルなゴリラではないか。夫ゴリラが森に食べ物を取りに行ったある日のこと、突然人間に捕まえられてしまった。これは悲運ですね。悲運としか言いようがない。気がつくと見知らぬ場所。一つ言わせてもらうが、檻のスペース、なんかこれ感覚広くねえか。出れるだろうこれ。まあ体力があって、でこのゴリラエスケープはね、ゴリラがうんこを投げることによってまあ脱出を図るというゲームだ。ゴリラの移動、正面を向く、吸気で方向、まあよくある動かし方だな。うんこの発射、維持で出力。なるほど、スペースキーでジャンプができます。親切だな。待て待て、 うんこでかくねえか。あれはサンが持ってんのか。そうか、めちゃくちゃ危ねえな。そうか、でこれを投げると同時でねえな。バナナに変わるんだな。うんこ投げるとな。しかもこれ結構だいぶ、あ、待って待って、あぶ、え、あ、連射できるんだ。あ、連射できるのか。そうか、待て、え、待て、うんこなくなったぞ。困ったな。うんこまた再利用できる。あ、うんこ食えるんだな。うんこも食えるんだな。で、うんこまたチャージできるという。まあ、なかなか凄まじいな。あ、そう。あ、そう。え、マジで？待って、うそ、でかい。人間めちゃくちゃ重いやん。おい、人間でっか。身長高いな、こいつ。待て待て。ゴリラの身長軽く、あ、しんど。ゴリラの身長軽く凌駕してたぞ。まあいいや。強い人間もいるんだな。さあ、こいつ銃を銃としての役割で使ってないんだが。待って、なんかあるぞ。鍵を後ろが鍵へとすればいいんだってな。あれか。全部当たんねえってな。あ、ねえじゃん。ダメだ。あ、ダメだ。どうしようもない。しゃあねえな。鍵取るか。あ、待って待って待って。この鍵は。あ、なるほどな。こっから出れるんだな。まあ、これでステージクリアっていうことかな。あの扉の鍵じゃないか。なかなか頭いいな。お、めちゃくちゃ多いじゃん。人。飼育委員長。うんこねえんだって。うんこねえんだって。待て待て待て。そうなるわな。そうなるわ。